ラジオネーム正直者、まだ世の中のことなんてほんのひとつまみ程度にしか知らない子供が、髪の毛おまたあった、ママ髪の毛おまたと陰毛片手に嬉しそうに握りしめて走ってきた。陰毛のことを白菜またたみたいに言うフレッシュ感。教えてなかったよ、陰毛っていう言葉をつなぎ合わせたやろな。それを言うならおまた髪の毛やろ。それを言うならってなんやねん。絶対また髪の毛。そんなこともないけど、おまたが元やもんな。覚えたのは多分髪の毛が先なんちゃう。で後でおまたやと。髪の毛おまた。なんで説明せなあかん、ね、私が。こいつを擁護すんでいいや別に。ちなみに、うん、あれおまたのこと子供の頃なんて言ってました。おまたのことは言っていい。はい。言ったらあげないかも。大丈夫大丈夫。ちょんちょん。ちょっと待って、そのさ、言っていいかどうか何のジャッジが下されたの。今さ、ブースの外にさ、全く確認せずにさ、なんで自分の脳でさ、みんなめっちゃホッとしてるよ。ちょんちょん。みんなもうドキッてなってさ。これは関西？え、花さんもちょんちょんですか？うん、えぇ、ーうん、何なの、あ、私は、うん、言っていい。言っていいかな。アンチョ。何それ、何それ。アンチョ、アンチョ。アンチョって何。いや、ちょんちょんも大概やで。たまにおちょんちょんとか言う。いや、うちのお母さんはションション。おしっこじゃない。